表紙の画像、ケーラーの薬用植物は19世紀後半で最も人気のあった薬用植物に関する手引き書きである。全3巻の書籍で400の薬用植物について図版と説明が含まれている。植物学と植物の医学的効果についての詳細な情報を含む論文が付属している。種の特徴を捉えた高い品質の図版と説明があり。 現在も図版は植物の説明に用いられることがある。元になったのは、ヘルマン・ケーラーの著作で、ケーラーの死後、グスタフ・パブストが編集し、バルター・ミュラーと CF ・シュミット、K. ギュンターによって、多色石版の図版が制作された。1883年から1914年の間に、出版業者、ツランツ・オイゲン・ケーラーによって、ゲーラーで出版された。 最初の完全な版は1887年に発売されている。出版社は全4巻が出版すると予告したが3巻で終わった。ありがとうございます。